お疲れ様です、ラスです。今日はですね、こちらメガナイトオールブレイカーやっていきます。さあ、メガウェブの、進化オールブレイカー型ですね。そして進化スケで僕はやっていきます。なんかまあ進化スケだろうが進化コウモリだろうが結構好みっぽいので、はい、そこはお好みかなと。で、オールブレイカー進化は強いですね。まあ施設に弱いっていう、まあ、弱点はあります。あるんですけど、相手がユニットデッキなら、はい、だいぶ刺さりやすいかなと思います。あ、出た、エロスミス死亡みたいな人よ。相手はてか相手もオールブレイカー進化かもね、これ。あー、いや、まあそんな感じっすよね。高回転ドリルかね、どうなんだろう。よいしょ。さあ、ブラスターが強い。さあ来ましたね、まあ、これはもうメガナイトで回収してみたいなね。ファイスピはブラスターが優秀。いいね。さあ、デリバリーがなければマジ勝てそうですけど、 IT とかも出てくるかもしれないんで、ワンチャン竹取れたらなの内側のユニットたちを出しまくって、これキング起動したそうな顔してるんでね。いや、できないですねこれ。ミスったんじゃね。いや、できるんかそれ。エグすぎる。ああ、やばすぎ。マジンコですかい。いや、今のそんな簡単に止まっちゃうんだって感じですけど、まあ相手のデッキがドリルデッキなので、まあドリルはメガナイトで頑張って抑えていけば、まあなんとかなるかな。インフェないタイミングの、まあ、進化オールブレイカーが強そうですね。一回死ねる。ダメージもね、バカ高いんでね。まあこんなのは言うのぐらいで拾ってあげて、まあ進化スキル、待って、ミスった、やばい、ザッパったわ。おお、おい、マジかよ。さあ、ラッキーからの気持ちドリーム、ウッド使いなっつって、一体残ったらビビるよこれ。相手怖いよ。ウッド使わないといけないよね。いやー、いいスケだな。まあここはちょっと痛いが許容してあげて、なんか相性が良さそうな気がすごいな。インフェだけ咲いたらマジオールブレイカー進化でなんとでもなりそうで、相手はボンバー進化なんかな、この感じ。なので、まあ、ボンバー進化だけ警戒します。はい、警戒してたら来ました、大当たりで。これ IT 壊れてくんねえかな。いや、壊せそうなんで、ウォールブレイカー行ってあげて。これ強いよ。一回死ねるんでね。さあ、これで、一発入る。まあ、一発しか入んないか。からの、なんか、イケイケどんどんだと思うんで、相手きつそう。もう、アホ行きます。さあ、行ってらっしゃい。って感じで、まあ、進化ウォールブレイカー。今回、一回しか出せなかったか。一回しか出せなかったか。まあまあまあ。まあまあの活躍でしたね。ユーノが来てるが一発入る。で、あの一発だけでも、580近くかな。なんかあの、死ぬ前の状態だと、一発でかいんですよね。そう、この状態。この状態だと一発750なんですけど、850か。これ死んだ後のちっこいのだと、はい、棒持ってるかわいい。ちっこいのだと、さ、ダメージが570下がっちゃうんで。まあできるだけ本体のままタワーに届けれたら最高ですかね。さあ、来まして、よろしく。この人はジャイバルーンガゴガゴフリーズの記憶がありますが、どうですかね。まあそしたら進化枠が、まあ進化スケと進化ボンバーがいんのか。あ、ちょっとめんどいっすよね。よいしょ、いた。さあ、これね、マジバルーンいるんすよね。この逆サイバルーンとかがね、地味ダルです。で、ガゴ群れも地味どころじゃなく、待って、ミスった、このコウモリやばいな絶対。まあ命ある限りなんとかなるでしょう。やばい、痛すぎる。お願い、普通のプリンセスターに戻って。今だけジャイバルーンとかね、そんなデッキ今でもいんのかよってとこですよね。お、なんかだいぶ怪しくはあるが、それですらきつい。
まあまあまあ、これででも進化ウォールブレイカー俺もあるんで、こういう相手施設ないと思うんですよ。これデッキには結構刺さるんじゃないかなっていう進化ウォールブレイカーね。あー、いやめっちゃいいガゴだな。俺このザップマジで意味ないもんな。フリーズだけ勘弁。うっ、いやめっちゃフリーズ来ちゃったな。これでも一発ちっこいのになっても入れば、オッケー。いや火力高すぎ、やべ、怖すぎこの進化スキャはダメ。まあ進化スキャは逆にこっちが刺してやるとかですかね。でも柳波を持ってると思うんですよね。まあガゴムレもサイクル的なのがね。まあ無理だったりするんですかこれ。あっちー、はい、バルーンきついです。バルーンだけきついんですよ。そうなんですよ、止まんないんですよね。はい、よく頑張りました。ジャイバルーンフリーズ。さあ、進化スケと進化ボンバーっすね、今んとこ。まあなんかいろんな進化がいますね。結局なんか何でもいるわ。進化2枚入れれるようになったんで、まあ、アイスピとバルキリーだけ異常にいないっすね。レブロン。めちゃくちゃバスケやん。これよろしくお願いします。マジで基本何でもいますね。進化スケの感じかな。進化も、おい、なんか当たったな、さっきこんなの。ゴブリンドリルも流行っているっすね。こんにちは。踏んじゃうよ。しかも、ユーノこれ走れるから、相手、おい、ユーノに対して1枚早く。許容か。あ、偉すぎるな。そしてこのリトプリマでも偉い。まあ、コスト使っちゃうんですけどね。まあ、冷静にピンチっすね。ブタクルだけ、マジきつい。いや、救われるっすね、これ。まあ、スケコウも理由ので、気合の防衛はできる。進化スケセパのロイホグセパが嫌っすね、俺視点。8枚ボンバーもちょっとあるかな。まあ、デリバリーもあるでしょう。まあ、こんなんも、左でいい。お、タゲ取れてる。なんかミスってる。いやー、まあこれリトプリで耐えれんならリトプリで耐えたいな。最悪ザップ打てるし。ボンバーこれ、キング起動とか、角度的にむずいか。ワンチャン。いや、ブラスター優秀すぎー。そこまで俺は求めてないのに。さあ、相性的にはだいぶいいんじゃないでしょうか。しかも進化ボンバーも使ったね、サイクルなんで。そんな警戒もしなくていいし。進化ボンが強いんですよね。あ、来た、待って、俺のこのさ、え、ちょっといいザップガーディアンダス。しかもこれウォールブレイカーが、え、弱すぎる。え、施設に2発吸われていくウォールブレイカー、え、待って、弱すぎるんだけど。今の流れはなんか一発吸われてももう一体はみたいな流れじゃない。進化ウォルベイカー、まじ、施設に弱いんですよね。今みたいになるとちょっとなえるっすよね。だいぶ。いやー、チャンピオンサイクルってなんか出てきたな。まあ、ここの端前ボンバーとか。これザップいんのか、打っとくか。怖いしな。いやー、結構削られるっすね。熱い、なんか流れが絶対いい、これからのこっちを攻めちゃう。俺は右にデリバリーとか落としたいからこその左にね。おい、怖すぎだろ。
いやオールブレイカーなー、マジ今みたいな持ってねーってなるっすよね。3回に1回のチャンスが自分から施設に突っ込んで終わりになっちゃうんでね。逆に言うとね、オールブレイカーには施設があれば止まるんで、俺もあと同じような爆破やりしてんな俺。オールブレイカーちょっと勝ちにくいなーみたいな思ってる方は、まあ、デッキに大砲やら、まあ、墓石やらテスラやらボムタワーやら、まあ、1枚施設入れるだけで、ぶっちゃけもうほんとそれだけでいい。それ以外の対策の方がね難しいというかめんどくさい気がする。さあまたロイホグや、相性はねいいんですよ。相性はいいけど、まあ、負けるパターンとしては、え、延命うまっ。負けるパターンとしてはね、端前ボンバーっすよね。端前ボンバー強いんだよな。からの、これ攻めなきゃね、キングキド絶対狙ってくるんで。熱いか。これ外したら終わる。おい！え、熱いか。お願い、ロイホグ来ないで。まあ、リトプリで止めることはできる。え、めっちゃいるなぁ。めちゃめちゃいるんだけど、豚。ちなみに、進化ボンバー今、踏まれてたよな、メガナイトに。いないよね、いないよね、いないよね、怖いよね。まあ、これマジ死に際でもいいな。まあ、サイクいらないか。さあ、ダメージリード取ってるんで、まあ、ここで無理する必要はなくて、これ、ウッドだけで抑えてくるのを許さない、ウォールブレイカーからのディガーで、これ、ウッド打っても、1体残ります。さあ、これ1体残るんで、ここにもう1枚いるよと。まあ、ザップ打ってもいいが、打たなくてもいいでしょう。まあ、あと守ればいいんですけど、ここ、結構怖いのが、あ、これですね。端前ボンクル。そう。なんで、ここだけまあ、しっかり警戒して、抑えてあげれば、やばい！痛すぎる！それ！マジやばい。アホなんだよな、ダメージ。からの、相手はマジで勝ちに来てんな。いやでも進化スケをさあしばく、ウォールブレイカーが強い。今のウォールブレイカー熱すぎる。うわー、事故んねえかそれ。うわー、なんかちょっと怖くなってきた。死んだ瞬間、処理された瞬間にね、あのバカダメージみたいなのがあるから、そこに関してはね、ちょっと強いんですよね。まあ、進化スキルに強いね。進化ウォールブレイカーは。まあ、でもこの流れはさすがにね、良すぎると思うんだよな。はい、いや、回転。まあ、ザップがね、あとは便利ですよね、と。うわー、なんか、進化ボーン残ってんの。嫌すぎるな、あれ。ゆっくり行かなきゃね、俺は。マジゆっくりよ。って言って行っちゃうけど。あ、メガナイト持ってればね。いや、防衛うまいって。いや、マジで怖えな、これ。負け筋マジ、端前ボンバー。ちゃおうかな。いや、いけねえなこれ。いや、クエイク削り最強かこれ。これ今リトプリないんで、これちょっとあれか。あぶねえ。待って、進化スキルだけ熱い。オッケー、ウォールブレイクうますぎる。ウォールブレイクじゃねえ、ユーノ。ユーノの突進が入ったね。いや、もうザップって守って。え、待って、マジで怖い。そのウォールブレイカー。でね、ボンバー。もう全員骨だから一緒なんだよな。危ねえ。さあ、怖すぎる。
進化ホルブレーカー、進化スケ、進化ボンバー、どれも骨すぎて言い間違いすごいんですけど、ちょ許してください。同じだもんな、ほらこれ、うん、骨と骨やん、違いがあんまないっていう。いや、いいね、ロイホグがちょっと流行ってるんでメガナイトも刺さりますね。さあ世界19位、さあ B はね、金髪使ってるイメージありますね。ゴールドナイト、ゴールドナイトゴブリンドリルみたいなデッキを使ってるプレイヤーな気がします。あとトルネーと進化ナイトと進化ボンバーみたいな感じかな、多分。まあ基本的にここ最近は橋前ボンバー要注意って感じっすね。逆に橋前ボンバーだけ気ぃつけとけばなんとかクラルファやっていける。さあトルネ使ったら結構コウモリ刺さるサイクルだと思うんですけど、まあアイスピがあると思うんでアイスピを吸いたい、内側ディガー、ファルーチェ大佐、ファルチェくんね。まあ、あとドリルっすね。うわぁ、これ、端前強くないって。ファルチェ取るね、ゴルナイ取るね、ボンバー取るね、みたいな。多分。それをしたいデッキだと思うんですよね。さあ、でも、キング起動も嫌なんで、ウォールブレイカー単発は飛ばさない。まあ、あ、てか、ポイか。ポイズは、ちょっと俺の想定外のデッキなんだよな。ポイズン取るね。まあこれは単品だと禁忌されちゃうんだね。さあでボムタワーもありますと。怖えなこれ。多分ゴブリンドリルポイズンなのかな。そんなことあるかな。ディガーか。今んとこファルチゴルナイなんだよな。ただの。怖すぎる。いやーそれ強えよな。許容ね。コアマンが行っちゃおうぜ。あ、ナイトもいいんだ。さあ、ドリル、まあ、施設に弱いんでね、これは仕方ないとして。うん、ポイズンも手堅く打ってくるっすね。事故らん、事故りはしない。いやーそうでくるんすよね、やっと。それまで攻めてこないっていうね、いやらしいっすよね。いやーこの戦い方マジきついな。ワンチャン事故んねえ。あ、つい。え、なんかポイズンとボム絶対ミスってる顔してる。いやーこのダメージでかいっすね今の。でもみたいなとこある、正直。でも苦しいよな。ファルチェも金髪もないともいんのが。え、ちょっといいザップ。いやーボム、いやー施設が強すぎる。ドリルファルチェポイズンね、やだよね。拾う。やつい。で、ボンバーいないもんな。ボンバーいないだけで戦いやすすぎんな。やっぱイケイケがちょっといいらしい。あ、待って、ミスった。やばい、マジやばい。終わる。しかもやばい、待って、進化スケが終わる。うわーマジで終わる。ポイズン圏内で終わる。
ワンチャンボム以外やめてー。金髪やめてくれー。金髪ナイトスケなんですよね。わあ、めちゃんこリクあるやん。これやばくね。まあゴブリンドリルとボムタワーでね、まあ進化オールブレイカーをね、やっぱこうあんまさせない。レミエリ来た。さあ、トップオブトッププレイヤーね。トップオブトッププレイヤーですね。レミエリ、マジアチャオールブレイカーの神様と呼ばれてます。まあそれがどうしたって話ですよね。マジアチャオールブレイカーの神様なのか知らんけどさ、なんか知らんけど、よいしょ、おい、コウモリ頑張れや。まあどう考えてもキング起動したいだろうかな。相手はキング起動がうまいんですよね、この人は。まあちょっかいかけて、どうせ暇だし。さあ、まあマジアチャさえ、てか1倍タイム相手結構きついかな。もうこれでいい。あー、ブラスター強えな。おい、え、待って、バルキリーなんだけど。え、これ進化バルキリー見れるかな。見れるんかい。君が使わなきゃ誰も使わないよ、進化バルキリーは。いや、まあさすがに進化スケと進化オールブレイカーかな。いや、悩ましいっていうか、どっちだろう、気になる。進化バルキリーだったらおもろいけどね。うわ、スケで来ないんかい。いや、まあこのダメージ700差あるといえどみたいなとこあるよな。全然ないようなもんなん、こんなん。いや、こういうスケをねすぐに狙ってくるんですよね。まあ、このユーノをキング起動したい顔をしてる。メガナイトか。まあ、キンキしたいと思うんで。お、これ強い。うわー。いやー、めっちゃ偉いやん。これやば。気づいた。いや、これ施設ないからさ、俺相手のウォールブレイカー止まんねえわ。終わった。こうなるとマジできついな。相手のウォールブレイカー超強いんだけど、ブラスターだしな。いやー、これメガナイトない。またウォールブレイカー来る。このデッキね、ウォールブレイカーに弱いんですよね、ちょっと。悲しいお話。いやー、マジアチャイネキ来るか。まあ、一旦ゆっくりね。いや、進化スケ多すぎんな。やべ、いやー、これめっちゃ強いんだけど。あー、マジで進化オールメーカー、俺のは弱えけどさ、相手のマジで強いやけどこれしんどいな。しんどすぎるよね。施設入れたくなっちゃうもんなどう考えても施設ねえから止まんねえんだよな、オールブレイカーが。普通のオールブレイカーだったらね、まあ、スケコウモリとかで仕分けるんですけど、進化だとね、そこが活躍できないからね。さあ、ナイト。いや、俺が、そうなると強いんだな、マジ。
いやー、このザップがね、実は強かったりするっすよね。いいね、一回これメガナイトのコースを貯めるか。メガナイトあれば多分大抵は止まるんで。たまになんか事故るっすよね。なんかもう事故りそう。え、このさあ、今のこれマジ真偽のやつだ。たまにある。あぶね、マジで怖すぎる。ザップってもさ、ザップで消えた瞬間に復活するみたいなんで。進化スケドリーム鬼つかもうとしてんないて。行ってこい。俺かお前はライフが多いだろ。マジすごいグロいことになってる。大丈夫そうこれ。マジでやばすぎる。意味わかんねえもんな、冷静に。マジやばいよ。え、進化スケが渡り歩いて、いやまだ残ってんの。グロすぎる。いや、お互いスケドリームゲーだからな。こんなスケ強いんだよな。うざいしね。なんかザップとか打ってんのになんで残んねんっていう、よくある。トルネとかも残るんだね。さあ、メマチよろしく。スケがね、1コスにしては優秀なのよね。さあ、ミラー対決もあるね、これ。スケリトプリ。ホグでした。何ホグなんだろうな。ボンバーリトプリホグ。おもろいな。こうやってさ、これ守れんの？デリバリーなければもう勝ちです。おや？マジ終わったくね？いや、デリバリーあったが勝ちです。ワンパンです。まあ、これはメガナイトの強みですかね。後ろからユニットで相手が攻めてきたのをメガナイトで踏んでカウンターすると、なんか必然とね、エリアド取れて、そのままカウンターに行けるっていう。さあ、GG です。ナイス！というわけで、メガナイトオールブレイカーですね。もう俺のめちゃめちゃ好きなデッキが今季熱そうなので、ちょっと皆さんもぜひね、触ってみてください。では、お寿司とまたね。